はい、皆様こんにちは。本日はですね、内装、まあ掃除ですね。特にですね、最近多いですよね、この手のベージュ色といいますかですね、クリーム色というか、この手のこんなような座席ですね。これね、汚れがね目立つんですね。古くなってくると、これね、シート、ここね、わかりますかね、これ黒くなっちゃうんですよね、この辺りね、この辺りで、決定打がないところにですね、さらにこのようにですね、ダッシュボードのこういう手がね触れるあたりっていうのは、もうムラムラの黒っぽいシミみたいなものがつきます。でさらにですね、ドア、皆さんよくねついてますでしょ、こういうのね、ドアのちょうど足でね蹴っちゃうような位置なんですよ、これ。ということで本日はですね、このしつこい汚れをまた一発で落としてみたいと思います。で本日ご登場いただくのがですね、飽きもせずまたもや激泡ガラスクリーナーとスコットのショップタオルでございます。そうですね、本日は多少の水も使いますので、これでですね、なんとかこの黒いシミをですね取ってみたいと思います。青いショップタオル、こう水の中にですねべちゃっといつものようにつけていただいて、これちょっとね今回は絞るんですよ。でこれなぜ絞るかっていうとですね、合皮っていうかですね、自動車の革っていうのは結構ですね、合成樹脂に近い塗料みたいなのが塗ってあるんですね。で最近はこれが良くなって、すごく何て言いましょうか、綺麗にですね、こう汚れがつきにくいような処理になってるんですよ。でざーっとですね、まあちょっと拭く前にですね、軽くですねこう汚れをですね、まあ、落としてあげて、拭いてる時にですね変な炭みたいなものがつかないような、万が一ねなんか黒いものがついてるとビヤーンってね、クレヨンみたいに伸びてしまいますので、まあ、軽くですねこう軽く水拭きをしてください。でここ でさらにですね、今度はこの水拭きはですねちょっと取っておいて、で次にやっぱ新しいやつでやった方がいいので、まずこれも濡らしていただいて絞るという形ですね。はい、で絞ったら今度はきれいにですね、大きく開けてくださいね。はい、で次にですね、ここにですね激泡クリーナー、ガラスクリーナーですね、激泡ガラスクリーナーをシューッとかけてください。はい、それぐらいでいいですね。はい、でこれをですね一旦ですねこうパタッと閉じていただいて、よーくですね染み込ませていただくんですよ。でそうするとですね、強烈に一箇所にですねベタッと貼り付かなくて、まんべんなく塗れるものですかね。でじゃあですね、今度はここやってみましょうかね。これね明らかにね黒いですね。でこっち側を一回拭いてみますね。さあどんな感じでしょうか。でこういうところはですね、皮脂肪がですね非常に深いので、皮脂肪の中に、皮脂肪というかですね、これプラスチックの成形物だと思われますが、こう黒い汚れがですね染み込んでる時があるので、この水をつけたショップタオルがですね非常にですね、この水が汚れの中に激泡クリーナーを運んでってくれるっていう役目があるんですね。どうでしょうか、これさっきはですね、ここギューってこう流れるような汚れがついておりましたが、このようにですね一発でここがきれいになってしまいますね。
を話してみるとどうでしょうか。ですね、次にまずはここですね、この箇所、この箇所はですね、やっぱり手垢が手をね持つ位置なのですごく手垢が塗りやすいところです。でまたですね、ではここにショップタオルをある程度濡らして絞ったものにザーッとですねかけます。はい、それで合わせてよく染み込ませてください。でこういうきつい汚れのところですね、ちょっと軽く押すような感じでですね、この皮下の中に入れてあげるような感じで塗ってください。でそうするとですね、よく汚れに染み込んでくれるん で、あとはですねこうザーッと拭いてしまえばいいと思います。だいたいこんな感じですね。これね、ほんとね、白のところにつくからよく目立ちますが、微妙なね汚れなんですね。はい、でね、このなんかね、普通のねクリーナーではなかなかねこのシミみたいな黒色は取れないんですけど、この方法を取るとですね、綺麗にですね落ちてくるんですね。で最近の革張りっていうのは特殊なね合成樹脂みたいなのが表面に塗ってあって、昔のようにねひびが入ってバキバキあんまり割れてこなくはなったんですけど、その分汚れがですねむちゃくちゃ付着すると。これ静電気ですかね、黒っぽい汚れはですねやっぱりどうしてもつくんですね。半分側、今度は上の方も行ってみましょうか。でショップタオルはですねこのように洗ってもいいですし、で水がですね汚れるのが嫌だったらそのままショップタオルを何枚も使っていただければより綺麗な状態でお掃除ができます。あんまりね汚れたやつを何回も洗ってるとせっかく汚れ取ったのにね汚れが逆にくっついてしまいますので、適宜汚れたらですねショップタオルは交換していただくというのがいいと思います。これね雑巾でやるとねあんまり良くないですよ。雑巾の方にね段差がありすぎてうまくシボの中にこう 水で薄めた薬品が入っていってくれないので、ね、こういうあのパワーウィンドウのねこういうなんて言いますか化粧板ですか、こういうのもねさっとね一拭きでね綺麗になっちゃいます。で大体ですねこんな感じになってまいりますとですね結構水が乗ってきますのである程度拭いたらですね乾いたショップタオルでちょっと拭いていただくと、でそれをね何回か繰り返すと水がバチッと皮の中に染みたりとかせずにですね綺麗にお掃除することができます。あのポイントはですね水はよく絞ってくださいね。であんまりねベタベタだと本当に皮に染みてしまいますからね。で軽くですねもう綺麗なショップタオルで水分をですね拭ってあげるって感じですね。でこれでもうかなり綺麗になります。さあいかがでしょうか、わかりますかね。これ左側黄色いテープから左側が施工したところですね。でやってないところはと言いますとこういうですね汚れが
てみる。ミヤーンと。ここなんかよくわかると思うんですけどね。わかりますかね。こちらが右側ですね。テープの右側。ちょっとね、黒いでしょ。で、左側が完全に白くなってます。はい、ということでドアはですね、このようにしょっちゅう手垢がつきそうな箇所もですね、きれいに落とすことができます。それではですね、このシートベルトいってみたいと思います。これね、真っ黒になっちゃうんですよね、これね、手で持つとこなんかね。で、こちらもですね、水で濡らしたショップタオルをですね、ここにですね、あんまりこれもね、ベタベタにするとですね、シミになるといけないので、軽くやっていただくといいんですが、こう濡らしたですねショップタオルを少しこのように濡らしてですね、あのシートベルトを拭ってあげるんですね。で、どうしてもですね、こんな感じで、で、激泡クリーナーですね、このショップタオルにまたビヤーっと、今回はですね、ダイレクトに汚れがひどい部分はですね、ダイレクトにこのようにちょっとかけてですね、取ってみたいと思います。本当はね、こんなんね、外してね、洗濯機に入れた方が早いのかもしれませんが、なかなかそのシートベルト外して洗うってことできないので、で、これを拭う感じでですね、見てみましょうか。ここまでね、汚いもの、なかなかね、取れるものがないものですからね、工夫して拭いておりますが、先ほどのですね、黒じみみたいなのがこのように取れてしまうんですね。浮いてくるんですね、汚れが。で、しつこいところはね、ダイレクトに何回もかけてあげればですね、かなり綺麗になりますんで、汚れがね、浮いて取れちゃうんですよ、こんな感じ で。これもね、まあシミにならないようにですね、ちょっと実験していただいて、どれぐらい含ましていいものかを手探りでやってほしいんですが、汚れたところはですね、この白いやつ もうダイレクトにね、私の場合かけちゃいますんで、どうでしょうか。こう手でね、ギューッとシートベルトをはめるときに手で握ってしまう箇所ですね、で最後の最後まで、ね、残るところは多少出てまいりますので、こんな感じですね。大きなですね、目立つ黒いなんか手垢のついたようなですね、シミはですね、これで取れちゃうんですね。わかりますかね。いかがでしょうか。これね、もっと丁寧にね、何回かやっていただくと本当に綺麗にあのシミが取れてまいりますので、で基本的にですね、まあ言ってみれば樹脂でできているようなベルトなので、特殊な繊維ですよね、こうシートベルトっていうのは。なので、まあ汚れはですね、まあ静電気で汚れを吸ってるような感じというのが、もういかがでしょうか。すぐに分かりますですね、こんな感じですね。ここ元のところはですね、ちょっとですね、ピントがね、こうなんですね。いかがでしょうか。こんな感じだったんですね、さっきは。こんな感じが、こんなところまで綺麗に落とすことができますね。ここが一番ね、気になる。こんな感じでね、汚れがつきますから、そうやって見るとですね、非常にですね、綺麗になります。ここがね、まだ残ってるところですね。
まだ吹いてないところですね。いかがでしょうか。白っぽいシートベルトをついている方にはですね、非常に効果的な方法でございます。